ラネタリウムはいかがでしょう。どんな時も決して消えることのない美しい無休のきらめき、満天の星々が皆様をお待ちしています。プラネタリウムはいかがでしょう。あなたはちょうど250万人目のお客様です。申し訳ありません。本当に本当に申し訳ありません。本当は違うんです。お客様は本当はちょうど249万7288番目のお客様なんです。2712番もごまかしてしまいました。ですがきっと喜んでいただけると思ったんです。実は今お伝えした数字も不正確なものなんです。先頃小さな男の子と小さな女の子の二人連れのお客様がいらっしゃった時、入館料のお持ち合わせがないということで特例として無料で入館していただいたんです。ですから本当はお客様はちょうど249万7290番目のお客様なんです。重ね重ね申し訳ありません。当館開
解説委員の星野夢美と申します。花束です。ご来館の記念にどうぞお受け取りください。ご来館の記念にどうぞお受け取りください。申し訳ありません。実を申しますと、本物のお花が用意できなかったんです。お花は当デパート1階の青果売り場でお求めになれます。ご来店いただかなくても、お電話1本で迅速丁寧に配達いたします。でもこの頃売り場まで電話が通じないんです。ですから自分で作ってみたんですが。恥を忍んで申しますと、私は綺麗な花束というものが正確には理解できないんです。本当に申し訳ありません。少しだけ壊れています。現在自己診断プログラムに未知のバグが存在します。バックアップ用電池が消耗しているので交換が必要です。サポートセンターとの通信が確立できません。メンテナンスコールを送信していますが受講されません。パーソナルデータバックアップアーカイブに接続できません。頸椎部動力ユニットが摩耗しているので交換が必要です。それから対人情報データベースと会話ルーチンに基地のバグが存在します。そのため時間経過を考慮せず冗長な会話を繰り返してしまうのが機体固有の仕様なんです。でも館長さんとスタッフの皆さんがこのままが可愛いよと言ってくださって、自動アップデート機能を物理メディアのみ有効にしてあるんです。Thank you.
お客様はちょうど29年と81日ぶりのお客様です。ようこそ花火師デパート本店屋上プラネタリウム